やってください。そう、私の使ってるギターがオープニングチューニングっていうちょっときれいめなチューニングでやらせてもらってます。次の曲いっちゃいますね。そんな感じの曲です。聴いてください。ドローザデイドリーム。Yeah.
丈夫、立ち止まることあってもまたここから歩けばいい。ゆっくりなスピードで少しずつ彩りを増してゆく。